こんにちは、速稼塾の久保でございます。暗号通貨ニュースなんですけども、今ビットコイン400万円台をなんとかクリアしてですね、またこれから改めて500万円台に向かっていくというふうに私は考えております。まあ、暗号通貨ビットコインなどの、ね、需要っていうのは高まることはあっても下がることは考えられません。下がることっていうのは要するに国の規制が入った時にやばいなと思って手放す方がいるからだけなんじゃないかなと思います。結局今までも規制っていうのは何回も行われてきましたけども、中国にしてもアメリカにしてもね、そのために下がっちゃ、その下がったところで買った人が結局大義を釣り上げるような形になってくると思うんですよ。で、ビットコインっていうのは新しい通貨の概念ですから、これを人類が手放すとは到底思いません。で、ビットコインっていうのはさまざまなところで使われてますし、それこそね、権力を持たれている方だってビットコイン持ってるわけですから、じゃあそのビットコインをどのように利用していくかっていうのは、まあ、人類全体が決めることであると思いますけども、権力を持った方がね、いい感じで売って、そしていいタイミングでまた規制をかけてみたいな感じでコントロールしているところがあります。要するにビットコインっていうのは分散型と言いながらね、中央集権を持った方がある程度コントロールしているからこそ今こういう値動きになっているというふうに私は考えるんですよ。はい、それでですね、イーサリアムについてですけども、イーサリアムは早々に30万円台をクリアして、また再びね、40万、50万、100万円の方を目指していくと思います。というのが、分散型金融のディファイっていうのにイーサリアムは多分に使われてるわけなんですよ。そのぐらい影響力の大きい通貨ですから、まだしばらくイーサリアムのアルトコイン転嫁っていうのは続くんじゃないかなと思います。問題はリップルなんですよね。リップルは値を戻しにくくなってくると思います。前回も20円、25円の間でずっとね、推移した時期があって、いわゆるリップル闇の時代だったんですよ。あの闇の時代も一旦400円をつけた後ですからね。で、回復したにしても200円台になんとか食い込んだぐらいで、しかもそれは一瞬でした。私はですから200万円に入る前に、全決済をして、とっても今良かったなと思うんですけども、ただね、リップルをまだ持たれてる方っていうのは別の希望があるでしょうから、その希望は希望で私は否定することはありません。何が起こるか分かりませんからね。もともと何が起こるか分かっていたら投資なんてのは成立しないわけなんですよ。なんですかね、歌方の希望があるからこそホルダーがいて、そして現実があるからこそ売る人がいるというね、このせめぎ合いなんじゃないかなと思います。さあ、それで我らが体のエイダなんですけども、現在値が165円ですね。これがこれからどうなるかってことなんですけども、私は一重に申し上げます。体のエイダのステーキング、その他エイダの良い評判をね、どん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 広めることによって体のエイダが知られていって、そして体のエイダを購入する方が増えていく、この流れを作っていけば値段が上がることはもうこれからも間違いないと思うんですよね。ただやっぱりね、否定的な意見を言うと、その通貨はやっぱり怖いんで手放しちゃう方多いですよ。だからそれだけじゃないですか。で、よくね、体の枝のグループとかでお互いの主張がぶつかり合って、お互いの主張を潰し合うみたいなね、いわゆる論破合戦が始まっちゃうんですけども、こういう質の悪い人っていうのはあんまりね、私もね、お目にかかりたくないなと思ってるんですよ。要するに自分の方が知ってるぜというふうな自慢合戦になっちゃうんですよね。もうちょっと余裕を持って見るときに、何が起こるか分かんないっていうのが前提になるわけですよ。なんか自分だけは全てを知ってるみたいなことを言う人もいますけども、その自分が知ってることっていうのは、誰かが言ったことをここに書いてあったから、それを自分の知識として受け売りをしてるだけでね、カルナレーダの開発者でもそこのリソースに関わってるわけでも何でもない私たちが、なんかね、分かったようなことは言いにくいですよね。ですので私がこうやってお話しするのも、個人的にそうじゃないかなと思ってるわけであって、皆さんにもそう思ってくださいっていうふうに勧めてるわけではないんですよ。私が勝手にこう思ってるってだけですからね。そういうふうに勝手な思いを持って自分の応援する通貨が決まってますから、まあ体のエイダのね、ファンの私から言わせればね、他の方が例えばポルカドットとかを応援してる人から見たら、体なんて終わってるのにっていうふうに見えるかもしれません。まあそれはそれで仕方がないですよね。いろんな見方がありますから。そしてそのいろんな見方も時々刻々変化するわけですから、私も今こうやって自信を持ってお伝えしていることが明日には覆っている可能性が大いにあることを覚悟してお話しております。まあ自分の思考にあまり振り回されないことかなと思いますよね。難しいですけどね、自分の考えていることを信じていかなければ進めないところもあるし、信じてしまうと途端に思考停止になってしまいますしね、思考しながら信じる、この相反する頭の中っていうのがぐちゃぐちゃになりながら、まあスープのようにかき混ざって今日という現実を作っているのかなと思いますよね。チャートにはそういった混乱がよく現れていると私も思っております。はい、以上でございます。